サバ寿司とは、サバを用いて作られる、棒寿司の一種、または、サバの慣れ寿司のことである。サバ寿司駅弁の焼きサバ寿司サバ寿司の食習慣は、九州地方から中国地方、四国地方、近畿地方、北陸地方にわたって広く見られる。山陰から山間部にかけて多いとされる。若狭や山陰地方、岡山県新見市などの郷土料理としても有名。 サバ寿司の一種として、押し寿司のバッテラやネタにヘシコを使ったヘシコ寿司や、焼いたサバを寿司飯の上に乗せた小サバ寿司もある。サバ寿司は有名な系料理の一つでもあり、古来から京都の家庭では、祭りなどの晴れの日にサバ寿司が作られてきた。京都の庶民生活の中で、祭りや四季の催し物で食されるごそうである。海から遠い京都の町では、 日本海側の福井県若狭地方で水揚げされたマサバに一塩をしてから荷るまで山を越えて運ばれていた。この運ばれてきた道をサバ街道という。鮮魚が豊富な現代でもこの食文化は継承されている。大阪のバッテラとは違うサバ寿司は庶民の家庭で作っていたが伊豆や伊豆などの専門店もあった。塩サバの鮮度、サバの骨抜き、酢の甘さ加減。 竹の皮に湿度を持たせて寿司を室温で保存する。いずれも冷蔵庫のない時代の工夫であった。近年では、輸送手段などの拡大により、保存が中心となった旧来の調理法ではなく、小鯖寿司などをはじめ東北地方の八の前、沖きバなどを使用したトロサバ棒寿司なども定着してきている。岡山県北部にもサバ寿司が普及しており、1997年現在でも、 家庭で、サバ寿司が作られることがある。古来、岡山県北部は、海産物の流通が発達していなかったため、山陰地方で採れたサバが保存のきく塩漬けにされ、出雲海道により、中国産地を越えて1日で運ばれていた。塩漬け状態で運搬されたため、到着する頃には酵素により旨味が増し、塩加減も程よくなっていたと考えられている。そのサバを利用して、いつからか、 各家庭にて棒寿司が作られるようになった。祭事や祝い事の時などにも作られ、ご馳走として振る舞われた。その風貌から、金棒寿司、鯖包みなどの通称がある。鯖寿司の作り方は、各家庭で大きく異なっている。低温輸送が可能になって、以降は、塩鯖ではなく生鯖を使う家庭もある。また、頭付きの姿寿司、三枚におろした鯖を用いた。 押し寿司、こけら寿司と呼ばれるにぎり寿司風の寿司など、その見た目もレシピによって異なる。岡山県新見市では、郷土料理として扱われており、現在では、東京や大阪などの大型デパートでも、新見名物として、取り扱いがある。広島県秋田方市、鯖の姿寿司、上記岡山と似た状況により、広島県の県北や、内陸の東広島市最上地域でも、 根強い人気がある。姿寿司が多く、サバ自体を酢で締め、内臓を抜いた部分に酢飯を詰め込むパターンが散見される。また、一部では、姿寿司ではないが、海苔巻きの代わりに、広島なつけで巻いたものも好まれ、広島総合等の百貨店のデパ地下で売られることもある。ありがとうございます。